はい、こんにちは、桑原聖太です。前回の続きですね、姫とヨッピーがなんかギクシャクしてきたとこからやっていきます。わかりました。ホームルームはこれまでですわ。姫からメール、休養、竜宮に来て。なんだ、今日は仕込むないはずなんだけど。ヨッピーの代わりに会議に出ればいいのね。ごめんね、具合が悪くて。あんまなんの、普段から世話になってるしね。あ、気づいたんか、呼び出したんを。で、用件は何？姫は無言で外の海を見ていた。なんか今週に入ってから佐藤さんとの仲がほんのわずかよく微妙に見えるんだけど、ね、喧嘩でもしたの？喧嘩といえば喧嘩かな。とりあえず仲直りしたんだけどね、根本的な問題が解決してないからね。結局ギクシャク。どういうこと？対馬くんさ、今から大事なこと言うからよく聞いてね。はいはい、何でしょう。私のものになってよ。ものに？所有物になる？やっぱり私にとってあなたは必要な人材だったみたい。やり直しましょう。そんないきなり。姫がずいっと近づいてくる。まさか嫌なの？嫌じゃない、むしろ嬉しいよ。でも姫が何考えてるか分かんないよ。いきなり別れたり、またやり直したりで、また別れるのかな。今度は大丈夫よ。対馬くんがついてくる限り捨てることはしないわ。本当に、まあ、前回は私のものじゃなくなって、対馬くんがヨッピーとイチャついてたらたまらなかったのよ。まあ、前回はな、私の一言でいつでも別れまーすって前もって言っとったからな。それで気づいたの。あー、後ろ後ろ。あなたは私に必要だって。志村、後ろ後ろ。やっぱり対馬くんは私のものにする。これからもずっと。姫。エリー。後ろいましたよ。さっきから全部聞いてたよ。エリー、人が会議でいなくなった隙にこそこそと何やってるのよ。なんか怪しいと思ったら。あんた具合悪かったんじゃないの？代役を立てたのね。こうでもしないと、普段はヨッピーが対馬くんにべったりだからしょうがないじゃない。さすがに現場を見せまいとする私の配慮だったのに。バカなヨッピー。何をブツブツ言ってるのよ。ねえ、対馬くん、対馬くんは私と付き合ってるんだよね。今のところはね。エリーとはもうやり直さないでしょ。無駄だと思うよ、ヨッピー。夏休みの時から私に骨抜きだもん。対馬くん、嘘だよね。だって付き合うって言ってくれたよね。佐藤さんが手を伸ばす。しょうがないわね。告白を OK した対馬くんにも責任はあるわ。姫も俺に向かって手を伸ばす。どっちの手を取るか選んでちょうだい。な？どちらかを選ぶ。俺は、私が選ぶのは佐藤さんのヤンデレエンドです。どっちを選ぶとかじゃないんです。姫と付き合うとか佐藤さんとかと付き合うとかじゃなくて、佐藤さんをやませます。そんなら決まってる。姫だろ。違うよ、ヨッピーの闇ヨッピーで、闇ヨッピー。でもここで姫取ったら俺人間としてどうよ。頭で行動しない、心で決まってる方を選んで。私はもう最初から決まってるよ。頭で考えていけるから。確かにこれ以上の不実な態度は絶対に良くない。その方がよっぽど再生だ。佐藤さんを傷つけるけど、元から半端な気持ちで佐藤さんの告白を OK した。いや、それが正しい。だから決断する。佐藤さんはもううっすらと泣いていた。それでも俺は姫の力手を力強く握った。俺は姫を選ぶ。ヨッピーを覚醒させるためにな。泣き崩れる佐藤さん。そうすると分かってたよ。大体私ほどの女が対馬くんのこと引きずってたんだから、対馬くんだって私のこと引きずってて当然のはず。いや別に、こっちはあのヨッピーをやませることしか考えてませんけど。ヨッピー、これもあんたを見覚めさせるためなんだよ。執行部から出ててくれない？ちょっと話し合うからさ。
俺は素直に執行部を後にした。なんて後味の良さ、最高。俺はなんてあそこで告白 OK しちまったんだ。断ると悪いと思ったというのもある。しかし結果最悪になっている。いやそれよりも俺は佐藤さんでいいやとか思ったんだ。最悪だ。あんなに俺の良いところを見せてくれたのに。はあ、テンションに任さず冷静に計算した結果これかよ。難しいぜ。てんてんてん。さあどうするヨッピー。あれが出るか。あれがヨッピー、そろそろ泣く演技やめたら。対馬くんを引き止めようとしても彼行っちゃったわよ。帰ってくるかと思ったけど来ないみたいね。でもこっちとしては本当に泣きたいよ。信じてたものに裏切られたんだから。すまんな。私はヨッピーが大好き。私のことが大好きとか言うなら対馬くんから身を引いてくれればいいじゃない。何のために日曜日に警告したと思ってるの。警告って。だから対馬くんも欲しくなっちゃったのよ。昔言ったよね、私は自分勝手で欲しいものをつかむためなら他人の心や体を傷つけても奪うって。でもヨッピーはそれが生きるってことだって認めてくれたじゃない。私はそれがすごく嬉しかった。私はヨッピーのヤンデレが欲しくてこの選択肢選んだんだよ。だから私もヨッピーのあれを理解したつもりだよ。あれって何ですか。だから私たちここまで仲良くなったんでしょ。私はもともとこういう人間なのよ。やっぱあれか、地下室に人骨でも隠し持っとんかな。もちろん知ってる。だからせめて私たちは裏切らないようにって誓ったのに、決めたのに。裏切ってない。誰がどう見ても裏切ってるじゃない。私との友情より対馬くんを取ったんでしょ。どっちかっていうと対馬くんが裏切ってるよね。ヨッピーとの仲もこのままにしたいと思ってる。そして対馬くんも手に入れる。ちょっと都合がいいんじゃないかな。仲裏切ってないよ。もちろんすぐに許してもらえるわけないのは分かってる。それでも私はヨッピーを待ってるから。私も待ってますよ、ヨッピーが何か行動を起こすこと。許してくれるまで、仲直りできるまで待ってるから。ん？エリー。何？ふざけないでよ。友達だと思ってたのに。やっぱりエリーは私を見下してる。見下してない。気づいていないだけ。仲直り？冗談じゃない。逆に絶好だね、裏切り者。え？絶好って、そんな。こんな高校生なんて絶好なんて言葉使うなんて。何想定外って顔をしてるのよ。もしかして私が本気で許すと思ってたの。小学生が喧嘩した時に使う言葉じゃないのって。人を舐めるのもいい加減にしてよね。ヨッピー。ううん、人だけじゃない、絶対世の中を舐めてるよ。覚悟してるようなこと言ってたけど、所詮はお嬢様だよ。ああ、ヨッピーのその命名最高。裏切られた。今度こそはと思ったのに。今度こそって何？今度って。結局世の中こんなものか。前に何かあった？待ってよ、ヨッピー。触らないでよ。せいぜいそうやって人をバカにして生きていくのね。でもね、私みたいな小娘の心をつかみきれなかったようじゃとても世界なんて無理じゃないのかな。お、いい捨て台詞じゃないか。対馬くんにそのうち振られないようにね。見ての通り不実な人だしね。そうだね。そしてやっぱり孤独に押しつぶされないようにね。気がついたら乙女さんルートとか言ってるかも。ヨッピー触るな。世界を狙ってるのがこんな小娘の一括にビビってるとはお笑い草だよね。草だね、草。それは相手がヨッピーだから。何がどうせ下等生物が何言ってんだとか心の中でせせら笑ってるんでしょ。ちょっとそんなわけないでしょ。そんな風に見えるっていうの。うん、見えるよ。だってエリー私を裏切ったからもう何も信じるわけないじゃない。ああ、触られたところ後で念入りに拭かなきゃ。
現れたところに。あ、ヨッピーだ。サメスガ君、伊達君、さようなら。バイバイ、ヨッピー。ヨッピー、言わないでってば。人。あ、ごめん。切り替え早いな。周りには絶対に悟られないようにしとんねんの、ほやで。昨日はそんな感じだったのか。ちょっときつかったね。二人で話してると佐藤さんが出てきた。おはようございます。いつものような柔軟な笑顔で。おはよう、津島くん、キリアさん。おお、キリアさんになってる。そんな風にさらりと言った。キリアさん、エリーではなく、それは明らかに拒絶を意味している。姫、大丈夫？別に大丈夫。本当に？ヨッピーはこの人形をまだ持ってると思う。いやもう首が取れて送り返されてくると思うよ、そろそろ着払いで。それを捨てないってことは大丈夫。元より恨まれるのは覚悟の上だから。でも許してもらって元の鞘に戻ってみせる。時間をかけても。どっちから首だけ送られてくるから、首からしだけ送られてくるかな。もうお炊き上げされとんかいな、それとも。ねえ、一緒に食べていいかな。あれ、もちろんヨペは大歓迎だけど、姫と一緒しなくていいのか。たまにはね、うん、キリアさんはこれから家の仕事とかも忙しくなってきて、休み時間もうかうかしてられないらしいから。有名なキリアカンパニーの娘やもんな。嫌味たっぷりやな。初めから私たちとは人種が違うって感じだよね。何、ヨッピーなの、京都府民な。偉いと思った。俺も協力しなきゃ。話しかけるのも正直怖いね、佐藤さん。何、津島くん。ちょっといいですかね。何、何だろう。ちょっと前と変わらない佐藤さんの仕草。これは全て演技なんじゃない。背筋がゾッとしたぜ。よし、ここなら誰にも聞こえない。あのさ、姫のこと、姫どう思ってるの。別に何も。何とも思ってません。そう、姫のことを指してるとか思ってないよね。男の子って単純だよね。殺すとかばっかりで。いや、そういうエンドあってもいいんですよ。多分ね、死んだらきっと楽だと思うよ。この世界こそが地獄っていうのを思い知らせるぐらいじゃないとね。でもクリアちょっとだけ見せるんやな。ダメだよこりゃ、今何言ってもダメだ。放課後、お父さん、生徒会室コブ来てくるかな。わからない。今は無理かも。ただ来て黙々と仕事だけして帰ってくんじゃない。扉を開ける。そこには佐藤さんが一人で佇んでいた。場の空気がピリッとくる。キリアさん、ちょっといい。ちょっとだけね。佐藤さんが笑顔で話しかけてきた。姫がとても嬉しそうな顔をする。どうしたの。なんでもないの。変なの。佐藤さんが薬と笑う。これはもしかして許してくれたのか、それとも条件付きでも。さっきキリアさんだからね。で、何？でも生きる子もこんなよこすから地獄へと思いません。うん、私執行部の退部願い出してきたから。こんなんできんの。あと私の家にあるキリアさんの私物全部宅配便でそっちの家に送り届けておいたから。着払いで。キリアさんの気に入ってた猫のコップはわざと割っちゃった。ごめんね。あ、わざと。姫が言葉を知らないで。その代わりに胸をぐっと押さえている。魂が裂けそうな気分なんだろう。私からもらった人形持ってる。二人が約束をした人形。うん、待ってるよ。ほら、これ。あ、自分の方首も、もしかして。もう返してね。よし、今日ついて佐藤さんに無理やりひたくられてしまう。ああ、それから私がもらった人形も返しておくね。そこの机の上に置いといたからね。キリアさんに対する私の気持ち。お、どうなっとるかな。首が取れとるかな。なんか刺さっとるかな。扉の蓋が無慈悲だった。これはもう時間がかかってくるなんてレベルを超えている。
姫？何をそんなに驚いて。ああ、すげえすげえもう張り山だな。ここまでするかよ。佐藤さんはいつも笑顔で苦労症で、そんな女の子と思ってたのにこんなことを平気でする人だったんだね。だからこのルート進めてんだよ。対馬くん、10分待ってて。10分だけね。え、ちょっと泣いてくる。だったら俺の胸使いなよ。いいの、こうなったのは私の責任だから。ハッピーの言う通り、確かに世の中舐めてた。あんなに怒ったのは初めて見た。ヨッピーに甘えすぎていた。長く積み上げてきたから、それがこんな一瞬で破壊されるなんてね。これもいい勉強になったんだから、私が一人で泣かなきゃダメなの。無理しないで。この傷を与えてくれたヨッピーに感謝。お、強がってんね。成長してみせる。泣くのはこれで最後なんだから。姫、俺の手を振り払う。すぐ戻るから心配しないで。そう言いながら姫は奥の部屋に消えていった。なんでこうなっちまったんだ。もちろん俺の責任なんだろうけど、間違いねえな。それだけではない、違和感がある。いくらなんでも脆すぎる。あんなに仲が良かったのに。人の絆ってこうも脆いのか。引き裂かれた人形。そう、人形の交換なんて交えないまでしたのに。あ、違和感の理由が分かった。例えば俺とスバルは人形のやりとりなんかしなくても親友だと心から思っている。スバルのことを信じている。そう、本当の親友になったのはこんなおまじないなんてしなくても、何もなくても十分な気がした。もちろんお互い女の子だからというのもあるだろう。おまじないとしてのお互いの人形を持ちたくなったのは少し異常なんだ。これを提案したのは佐藤さんだと思う。裏切りが怖いという佐藤さん、彼女は一体。わからない、なんかあったん。ただはっきりしたのは、キリアリカと佐藤よしみの交友がこれで終わったということだけ。やるせねえ気持ちが胸を満たしていた。セーブします。これはあれかな、プリンセスソフト。カニかよ。ジオキスマイティーハート。いや、いいエンドでしたわ。体以上の後味の悪さ。これバッドエンドだけやって終わるつもりやったんですけど、ちょっといろいろとあれが何かとかも気になるし、ちょっとさすがに中途半端すぎやと思いますんで、やっぱりヨッピーのグッドエンドもやっていきます。というわけで一旦ここで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。